People in this world こんにちは。おはようございます。ついに、ついに見せる時が、見せる時が来ましたね。来ました。あの映像も完成して、うん、初めてちょっとお披露目ということでね。うん、まあ、今回あの僕は初めて会うんですけど、うん、そうですね、そうですね。まあ、初めてだけども、うん、このダンスの映像を見せるっていうね、うん、ちょっとなかなか緊張するんですけど。間違いない。まあどういう反応をねしてくれるかっていうのをね、ちょっと楽しみにしてます。うん、はい、楽しみにしてます。あとなんかどう本当にどういう方なのかっていうのを実際会って、うんうん、なんだろう、話してみたいっていうのがすごいあった、うんうんうん、俺は、うん、だからすごいワクワクしてます。すごい会うと思うなので、ちょっとねこれから行ってみましょう、はい、行ってみましょう。で急に撮るのはちょっとあの申し訳ないので、うん、ちょっとあの音声とかちょっと含めつつ、うん、あの行けたら行きましょう。はい、はい、イエーイ。ですね、はい、今待ち合わせ場所に行ったんですけど、あの全然いないんですよ全然いなかったのね、うん、で今ねそのお店の名前も聞いたし、うん、あの地図送ってもらった地図も確認したけど合ってたんですけどね、いなくてまさかのいなくて、うん、間違えたというね、うん、あの違う店にいましたこれよくあるよくあるんですか、これよくあるのかな、あるんじゃないですかね、なんか、うん、しかも3階って言われたんだけど、うん、実際に地下1階ですからね、なかなか3階と地下は間違えないよ、ね、じゃあ気を取り直して行ってきます。はじめまして。申し訳ない、全然全然持ってるなとか。いやいや、でもインクラスナウドバーカフェって出てきたらカフェは絶対できるんだから、そう、名前一緒だったね。そう、名前一緒だったね。あ、バーガーとカフェバーガーバージョンかバーガーバージョンかみたいな感じで。すみません、忙しいとこ、ありがとうございます。全然狭くないです。いつ来ました、東京？1週間前ぐらい。あ、1週間も、はい、改めまして、ゆうたです。ゆうたさん、ゆうたです、はい、よろしくお願いします。弟はゆうやゆうやじゃなかったっけ。あ、ゆうやです。そうだよね。おでもや自分があのフィリピンなのなんかそうですよね、ドラマやってた時の逆がゆうたって、そう、ね、そう、そう、自分も結構フィリピン歩いてると、うん、ゆうたゆうたって呼ばれる。あ、役の名前で、ね、あーなるほどなるほど。そうなんですよ。結構その海外めちゃめちゃ興味あってで要はその海外で頑張ってる日本人とか活動してる日本人とかをもう見るのが超好きでまあ言ったら自分もちょっとこうやりたいなっていう、もちろん気持ちがあって、はい、けどやっぱり自分がじゃあやりたいこととか自分がやれることなんだと思ったら待ってたら何もできないと思って、そうですね、うんうん、で、まあ、自らやっぱこうやって動いてる人を見た時に、いや俺もなんか動かなきゃなと、はい、でまあたまたま、ね、行こうそしたら、うん、たまたま今日こっちにいるってことで、はい、そうそうそう、じゃあ会おうってなって、すごい、めっちゃ嬉しいです。そうこれなんか絶対なんかありますね、なんかね、すごいんですよ、こうなってんですよね。そうなの、めっちゃ嬉しい。で、まあなんかそのなんでこの
一番会いたかったかって言ったら、あのね、結構その見せたいものがあって、ゆみやさん、はい、見せたいものあるんですよ。2時間の映画始まるとかじゃないですか。超長いわけじゃない。2分ですね。あ、2分だ。びっくりした。2時間。今回ちょっとポップコーン買ってくるわけ。めちゃめちゃ長いやと思って。すげえ。え、すごい。そう、人目はばからず朝朝9時ぐらい。え、マジすげえ。え、めっちゃなんか鳥肌立ちました。すごい、うすげえ。え、これはすごい。これも買ってきて。あ、これもありがとうございます。え、これはすごいっていうことをやりたくて、うん、はい、まあダンサーだからこそ何かこれでコラボできないかなと思って、まあ俺的に伝えられるのはダンスでこの曲のもっと伝えることだと思ってよし踊ろう、でとりあえず撮ってただアップしようかみたいな話だったんですけど、でもなんかここで完結したくなくて、はい、もちろん見せたいっていうのがあって、はい、じゃあ本人に見せるまでが今回のこの作品作りの一つにしようかって話をして、はい、だから今日は会った時にこれを見せよう。すごい、隠れミッションを。いや、めちゃめちゃすごい。そういや、もうめっちゃ嬉しいです。なんかちょっとその映像もらえないですか、みたいな。全然全然いいですか。はい、じゃあエアドロー。エアドロー今なんで今なんで。はい、ということで無事ね、フミヤ君にね見せれました。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いや、本当に何だろう、鳥肌立ちました。なかなか日本の方でやっぱ見てくれてる方は、はい、なかなかリアだったんで、リアルにその話聞けて、逆に自分も刺激になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかいろいろ話もね、うん、聞けて、なんか、いろいろ話せて、本当にありがたいです。ありがたいよ、本当に。なんか、これからもなんか、ちょっとやりたいですね。なんかね、面白いことができた。ダンス好きなんで、お、うん、ちょっとおもろいことやって。踊ろう、踊ろう。踊りましょ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 う。本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます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 。